アンドロノボ文化の最大領域を大々色で示す。シンタシュタペトロフカ文化を赤色で示す。初期のスポーク型車輪付きチャリオットの出土範囲を紫で示す。隣接、または重複する文化をそれぞれ緑で示す。アンドロノボ文化とは、紀元前2300年から1000年頃の青銅器時代に、中央アジアステップ地帯からシベリア南部の広い範囲に見られた。 類似する複数の文化をまとめた名称である。単一の文化ではなく、文化複合、または、考古学的ホライズンと呼ぶ方が適切である。インドイラン語派の言語を話すアーリア人との関係が有力視されるが、インドイラン方面の古文化と直接結びつかないとする批判もある。アンドロノボは1914年に、墳墓の発掘調査が行われ、屈創された人骨や、 装飾土器が発見されたエニセイ川流域に属するアチンスク付近の村の名である。時代的、地域的に少なくとも4つの文化に細分される。カスピ海、アラル海北側の南ウラル地域から始まり、東及び南に拡大したとされる。地理的には非常に広大な範囲に及ぶ。西端ではボルガウラル方面の同時期のスルブナや文化と重なり、東では 先立つ、アファナシェボ文化の領域と重なり、シベリア南部に及ぶ。南では、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギスタンにまで遺跡が分布する。北端は、タイガの南端に、ほぼ一致する。ボルガ川流域では、スルブナや文化との接触が顕著で、西はボルゴグラードまで、不要泥棒式土器が見出されている。紀元前2000年期始めから半ばにかけて、 アンドロノボ文化は東への急速な拡大を見せた。アルタイ山脈では銅山が採掘された。埋葬には石棺、または石囲いが用いられ、さらに木格で囲まれた。生活様式は馬、牛、羊などの牧畜が中心で、農耕も行われた。アンドロノボ文化の分布地域は、インドイランゴ派の発祥地と目される地域に重なり、 またこの地域の中にある新多したペトロフカアルカイム文化で紀元前2000年頃にスポーク型車輪のついたチャリオットを発明したとも考えられているためこの5波との関係が有力視されてきた。ウラル川上流部にある新多主体跡はチャリオットが墓の副葬品として発掘されたので有名である。クルガンで覆われ動物も純装された。 シンタシュタや他のボルガウラル地域の遺跡は、ゲインドイラン民族のものと考えられてきた。しかし、アンドロノボ文化を、インドイラン系とする説に対しては、特徴的な木格母が、アムダリアイナンのステップには見られないとの反論がある。また、南方のバクトリアマルギアナのオアシス地帯に、同時期栄えたバクトリアマルギアナ複合こそが、ゲインドイラン民族の文化であるとする主張もある。 サリアニディは、考古学的データから、アンドロノボ文化のブマックへの侵入はごくわずかであった、という。クズアイムイナは、インドアーリア語が、近刀のミタンニとベーダ時代のインドでこの地域としては、初めて使われたこと、ジャリオットの出た、新多種体積が、紀元前16から17世紀とされることを根拠に、この文化は、インドイラン系であるとする。一方、 クルジャンとブレンチェス・ブレントジーズは、チャリオットを使うアーリア人が、紀元前15から16世紀までには未単に現れていることから、この文化は原因ドイラン系とするには、遅すぎるとしている。ただし、アンソニーとビノグラードフ・ビネグロギフは、クリボエ湖で発掘されたチャリオットを紀元前2000年頃のものとしていることから、この批判は、必ずしも成り立つものではない。 マロリー・マラリーは、アンドロノボ文化を、北、インドにまで拡大したと見るのは、非常に困難だとし、その南端にあたるベシケントバとシ者文化も、中央アジアに止まり、インドイランには結びつけられないとする。そのため、アンドロノボ文化はこの時代にすでに広範囲に、拡散していた、インドイラン語派の諸文化の一つであったと考えられる。シンタシュタ・ペトロフカ文化は、 東方のフェドロボ文化と南方のアレクセエフカ文化に引き継がれ、これらもアンドロノボホライズンの一部とみなされている。南シベリアとカザフスタンでは、アンドロノボ文化は、カラスク文化に引き継がれる。この文化の担い手はヒーン王民族と言われる一方で、ゲンイラン民族との推定もある。西端部では、スルブナヤ文化に引き継がれるが、これは、部分的には、 アファナシェボ文化にも由来する。この地域で初めて歴史に登場する民族は、キンメリア人とサカ、またはスキタイ人でアレクセイエフカ文化の後、アッシリアの記録に現れる。彼らは、紀元前9世紀頃、ウクライナに、また、紀元前8世紀頃、カフカス山脈を越えてアナトリアとアッシリアに現れた。また、西ではヨーロッパに移動して、 トラキア人やシュ,ュンナイビトシーギニーとなった可能性がある。マラリー1989-62のちにインドや中近東各地で用いられた二輪戦車、ブリアント・ブライアント2001-207を参照、ブライアント2001-216を参照、ヘロドトスによればドナウ川の向こう、トラキアの北に、ストラボンによればカスピ海近くにいたといい、 両者ともイラン系としている。ありがとうございます。